ゆきこうじのゆっこです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は4000人の方が登録してくださったということで、自分の中で記念すべき企画ということで、フルーツ、フレッシュなフルーツを使った発酵ドリンクを作っていきたいと思います。でこちらのレシピに関しては上級麹師で教えてもらったレシピではなくて、自分が日々やっていく中でこれが皆様に伝えやすいなって思うレシピにしております。よかったら皆様の普段のね生活の中に少しでも取り入れていただけたら、腸活にもなりますしね、免疫力もアップするかもしれないし、とりあえず美味しいのですごくおすすめにはなります。ぜひぜひやってみてください。そして雪麹これだけ成長できたのも本当にいつも見てくださってる皆様のおかげだと本当に思っております。本当にありがとうございます。これからも皆様のお役立ち情報をお伝えできればと思っていますので、よろしくお願いします。じゃあ作っていきます。準備していただきたいものが、発酵する時の瓶など、あとまな板、包丁、キッチンスケールにスプーンなどです。今回の使用する量は、果物 500g、天才糖 500g、米麹が 5g です。では材料の説明をしていきます。米麹は生麹でも乾燥麹でも OK です。生麹の方が栄養価が高く、出来上がりの粒々感があまりないです。乾燥麹は出来上がりの時の粒々感がありますが、スーパーなどで手に入りやすいかなと思います。お好きな方をお使いください。お砂糖に関してですが、白い天才糖があれば一番いいかなと思います。上白糖でも OK です。黒糖やきび砂糖でもできますが、多少味が変わってきます。天才糖は寒冷地で採れる砂糖大根が原料で、消化吸収がゆっくりと言われています。寒冷地で採れるため、体を温める作用があると言われています。使用する容器ですが、熱湯消毒をする場合は耐熱性ガラスがいいかなと思います。あと発酵具合がわかるガラス瓶がおすすめです。材料の3倍くらいの容量があるととても便利です。小さすぎるとかき混ぜにくくなります。手をきれいに洗って瓶などを消毒していきます。大きい容器は煮沸消毒が難しいので熱湯をかけるか、食品にも使えるアルコールで消毒をしていきます。ゴムパッキンや蓋の部分も消毒してキッチンペーパーできれいに拭き取っていきます。今回の発酵ドリンクはメロンで作っていきます。リンゴなどの皮ごと使えるものはフルーツをよく洗って切る前にキッチンペーパーなどでしっかり拭き取ってください。食用的には一物全体丸ごと使うのが理想的です。無農薬や低農薬フルーツや野菜などが手に入った場合は、皮や種、ヘタなどに栄養素が多く含まれているので、捨てずにお茶パックなどに入れて一緒に発酵させていきます。ですがフルーツに農薬など使われていることも多いかと思うので、気になる場合は重曹などにつけて農薬を除去していきます。しっかりフルーツを洗って水分を拭き取ってからカットしていきます。今回は見てくださってる皆様が分かりやすい分量でお伝えします。材料と白砂糖の黄金比は1対1、米麹は材料の 1% です。フルーツを小さくカットしていって 500g 量ってください。通常発酵ドリンクを作る場合は白砂糖の量は材料の 1.1 倍使っていきます。なので結構ね、砂糖の量が多くてね、びっくりしますね。ですが、米麹を使用することで砂糖の量をちょっと減らして発酵促進を促します。発酵ドリンクを初めて作られる方はすごく砂糖の量にびっくりされるんですね。ですが、砂糖は発酵菌と酵素によってブドウ糖と果糖に分解されていきます。なので、カルシウムの吸収の阻害とか血糖値を急上昇させるとか、そのような砂糖の弊害はないと言われています。下準備ができたら材料を仕込んでいきます。まずですね、白砂糖を4等分するイメージで4分の1を瓶の底に入れてください。その後にフルーツの3分の1を入れる、米麹の3分の1を入れる、これを繰り返していきます。
ここからはね、もう本当にワイワイとみんなでやっていただいてもいいかなと思います。親子教室でお子様にやってもらった時などはもう性格が顕著に出ますね。慎重派の子、大胆な子、黙々とやる子、ずっと独り言を言い続ける子とか、全部手づかみで、砂糖まで手づかみでね、する子もいました。さすがにね、全部もうこぼしてこぼしてこぼしまくりみたいな。この発酵ドリンクは酵素シロップとも言います。酵素は私たちが生きていく中でとても必要なものになります。酵素が不足すると貧血とか倦怠感、あと病気にかかりやすくなったり、まあ、日々の健康的な活動ができなくなっていきます。私たちが元気に健康で過ごすためには、酵素は本当に体の中で大切な、欠かせないものなんですけれども、体内にある約5000種類もの酵素のほとんどは自分で作り出すことができないんですね。なので、こうやってお野菜やフルーツなどから、酵素を食べ物から取り入れる必要があります。私たちの体に必要な酵素の 80% ぐらいは消化に使われていると言われています。なのでずっと食べ続けてると消化にばっかり酵素が行ってしまって、私たちのその体の修復とか再生するためのエネルギーがほとんどない状態になるんですね。なので免疫力が低下したりとか、風邪をひきやすくなってしまったりっていうことが起きていきます。だからこのように発酵ドリンク、まあ、酵素シロップを作って、あえてじゃあ酵素を取り入れるっていうのはすごく必要なことかもしれませんね。はい、ではちょっと作業の工程の方に戻ります。砂糖の4分の1を入れて、フルーツの3分の1、米麹の3分の1を入れるっていうのを今3回目をねやっております。本当に同じことの繰り返しをしていきます。多少ね、順番がもう違っちゃっても、まあ、いずれかき混ぜるので、全然気にしなくても大丈夫です。この発酵ドリンクを作るにあたって、どんなフルーツ、野菜がいいかなって思われると思うんですが、酵素が多いフルーツとしては、やっぱりリンゴとかキウイ、パイナップルが多いと言われていますね。あとはトマトとか梅、大根、キュウリなども多いと言われています。出来上がったシロップの量が多いとやっぱり嬉しいので、リンゴとか梨とか柑橘系などは水分量が多いのでシロップも多くできます。で、私がやってみてあまりおすすめしないのは、もうバナナが色がちょっとすぐに黒っぽくなってしまって、見た目がちょっとあまり良くなかったですね。あとはニラとかごぼうとかニンニクとか、アクが強いものはやったことがありません。この発酵ドリンク、酵素シロップですが、健康やダイエット目的のために酵素液として飲まれる方もいらっしゃるんですけど、専門家やかかりつけ医とご相談の上お飲みください。はい、それでは作業工程に戻ります。最後、残り4分の1の全部を蓋をするように砂糖を乗せていきます。表面を覆うことで食物が発酵する前に空気に触れてしまって腐ったりしないようにします。あと瓶の口の周りについた汚れとか果汁をきれいにアルコール消毒していきます。ここのね、瓶の口の周りが結構汚れてると虫が近づいてきたり、他の菌の繁殖が増えてしまって失敗することがあります。果汁と砂糖につられて一度アリの行列ができてしまったことがあって、もうすごい悲しかったのを覚えています。で、出来上がったらガーゼやキッチンペーパーなどで、軽く蓋をします。密閉はしません。直射日光やエアコンが直接当たらない場所で、置いてください。朝に仕込んで夕方にはもうメロンから水分が出てきて、そこに砂糖が溜まっている状態になります。気温がね、高いと発酵がどんどん進んでいきます。春と秋は発酵が結構うまくいきやすいんですけど、夏場はお部屋の温度も高いので発酵が早まります。なんで異常発酵もしやすいんでお気をつけください。砂糖が溶けてフルーツなどの表面が出てきたら、きれいなスプーンなどでかき混ぜていきます。夏場は発酵がすごく早いんですけれども、真冬冬至前後あたりはもう2週間経っても3週間経っても、これできてんのかなみたいな感じですね。本当に分かりにくいですが、2週間ぐらい経ってもう毎日ちゃんとかき混ぜてたらもうできてると思っておいてください。で、発酵ドリンクをかき混ぜるときは清潔なスプーンでかき混ぜて砂糖を溶かすようにしてください。味見も毎日してください。
砂糖から浮き出て空気に触れている部分が腐食法を起こすので、1日2回朝と夕方とは、混ぜていただいた方がいいかと思います。最初1日2日は砂糖の味しかしないんですが、3、4日経つとフルーツの味がしっかり出てきます。これは丸1日かき混ぜることができなかった時に表面に、体に良くないカビですねが出てきてしまいました。残念ながらこうなった場合はもうありがとうございますと言って全部破棄しましょう。もう一度一から作り直しました。はい、2回目はしっかり混ぜてるので砂糖の溶け具合もいい感じに出来上がってきてます。で、このかき混ぜる時にぜひ皆様にやっていただきたいのが、おいしくなーれ、おいしくなーれって声をね、いい言葉をかけてあげてください。あの麹菌とか酵母菌が効いてます。そしたらどん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 おいしくなろうかなって頑張ってね、いい発酵ドリンクになってくれると思います。教室やワークショップでよく質問があったのが、カット野菜とか缶詰でもできますかって聞かれたことがありました。で、カット野菜はもうあの切られてる状態でもう酸化が始まってますよね。なのでちょっとあんまりよろしくないかなと思います。で、缶詰も加熱処理がされててシロップ漬けになってるので、添加物も入ってますし、あんまりおすすめはしません。はい、ではここからは発酵しているかどうかのポイントをお伝えしていきます。まず発酵しているポイントは砂糖が完全に溶けている、あとは果物からエキスが出て縮んだように見えて果物や野菜が上の方に上がってきます。で、そこの方に米麹が沈んで米麹の芯がないのが理想的です。乾燥麹を使うとちょっと固めにはなります。で、混ぜるとぷくぷく気泡が出てきていて、泡がね出てきます。冬場などはちょっと気温が低すぎると気泡が出てこないので分かりにくいですね。あと味が砂糖の味じゃなくて、しっかりと素材の味も出ているのがポイントとなります。いい感じに発酵ができたかなと思ってそのまま置いておくと、次アルコール臭がしてきますので、もうアルコールがね発生してしまうとお酒に弱い方とかお子様とか飲めなくなってきてしまうので、それは気をつけてください。なので出てできたかなと思ったらすぐに、こす準備をしてください。発酵ができてシロップをこす段階に入ります。ザルとボール、あとはシロップを保存する容器、ガーゼなどがあるととても便利です。ザルの下にシロップを受ける容器を置いて発酵完了した素材を全部移していきます。ガーゼなどを敷いてこしても大丈夫です。米麹がそこに沈んでるので米麹もちゃんと吸湿してあげてください。発酵と熟成で泡が出ることもありますが、この泡はすくって足湯に入れたりお風呂に入れたりしても使って大丈夫です。こしたりするのがもう大変だなと思われる方はもうそのまま作られたまま冷蔵庫に入れて、使用するとき、飲むとき、食べるときに、そのまま果肉とシロップを一緒に使ってください。シロップだけを保存する場合も容器はちゃんと消毒しておいてください。こした後も少しずつ発酵は進んでいきますので、保存容器の蓋は緩めに閉めて密閉はしません。あとは冷蔵庫保存をしておいてください。こした後の搾りかすの方が発酵や熟成が進んでいきます。搾りかすはそのまま食べるか、オーブンとかで低温乾燥させてドライフルーツにしたり、ホットケーキなどお菓子作りに入れたり、あとは保存袋に入れて冷凍保存も可能です。私がよくするのはブレンダーなどで攪拌して非加熱のジャムとして、食べます。ヨーグルトにかけたりね。で、あと夏場はかき氷のシロップとしてもおすすめです。甘くて美味しい発酵ドリンクですが、1日に原液60ミリまでにしておいてください。飲みすぎは良くないです。お子様に飲ませるときは1日に原液30ミリリットルですね。で、原液を炭酸や水割り、お湯割り、お好きなお酒に入れて飲むなど、おすすめです。あとスムージーに入れたり、私はプロテインなどに入れています。あとはお料理の下ごしらえとしてお肉につけたり、ドレッシングやスープの中に入れたりするのもおすすめです。自由な使い方をぜひぜひしてください。最後まで見ていただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは主に発酵食品、米麹を使った、レシピや調味料の作り方や使い方、
あとは発酵のさせ方などをお伝えしております。皆様が作る段階でちょっとわからないなっていうことがあったら、もう本当にお気兼ねなくいつでもお問い合わせください。私でわかる範囲で実験したりとか、こうだよってお伝えできればなと思っております。で、雪麹は本当にもう皆様の力で、パワーで成り立っております。本当に応援いつもしてくださってありがとうございます。これからも自分のペースではあるんですけど、頑張って発信していきますので、応援よろしくお願いいたします。雪麹のゆこでした。ありがとうございます。